こんにちは、堀口美です。はい、今日はですね、ちょっと髪の毛がぴょんぴょんしておりますけれども、ちょっとした近況報告と、公立大学の新情報についてお伝えしていければいいなと思います。イエーイ。まあね、前にね、何個か大学について動画出したんですけど、また後期3回しか行ってない中でも、追加情報がどんどん入り込んできていますので、これの動画を見てね、さらに大阪公立大学に行きたいなって思う方が増えたらいいなと思って出しています。まあ前まで受けたいなと思ってた方はもうみんな受けやんといてって思う。はい、ちょっとトラブルが起こりましたけども、そう、前まで受けたいなと思ってた子はもうみんなもう受けんといてって、倍率上がらんといてって思われるけども、ママ来たの、ごめん、置いといてもらったら、そういう子たちにも、さらに大阪公立大学のことをちょっと好きになってもらえたらなと思って、この動画撮っています。ちょっと前期のこと振り返んねんけど、一人でご飯食べることが多くて、週1、2ぐらいやってんな、友達とご飯食べるのが。やし、オンデマンドもすっごい多くて、であんまり学校にもあんま行ってなかったな。1時間のために行くとか、やったし、行ったとしても座学ばっかりとか、なんか、調べ学習とかで、パンフレットと違うなと思ってるな、正直。実践的なこと。体育とかは楽しかったけど、まあでも2年とかでやるんかなと思って、だからまあ、後期もこんな感じなんかなって、思ってたね。後期も全然違う。もう、新世界。もう、びっくり。まず、オンデマンドがすっごい少なくなりました。それがでかい。で、もともとオンデマンドでやってたような授業、姫がちょっとあんま好きじゃないなと思って、理科、国語とかじゃなくてさ、社会のなんかの、あれがそうみたいな教科を対面で受けることになってんな。でもそれが意外と面白くて、やっていけそうと思ってんな。あと、オンデマンドになっちゃった授業もあんねんけど、それも面白いねん。何？姫前期まではすっごい宿題後に貯めてたけど、木曜日の授業の課題をもう月曜日に終わらせちゃいました。だから今日はもう木曜日なんですけど、もやることないです。でね、あと10分でね、ここ出ないといけないんですけど、だからちょっと、うわーって話すと思うけど、ついてきたな。そんな感じで、前期とは全然違うんですよ。あと、そう、実践的な話で言うと、フィールドワークとか、それ実践的なっていう授業を取ったんですよ。それが3年に受ける PBL 演習っていうやつの必修のやつやってんけど、まあ、姫は前期に取らなあかん教科を取ってないから、まあ、そのやつは取られへんねんけど、だからあんまり取っても意味はない単位だけもらえる教科を取ったんですよ。フィールドワークのある。でも、取ってよかったと思うぐらい今楽しみ。フィールドワークの日程とか決まったし、なんか漁港とか行くみたい。そう、いろんな実践があって、なんか学校に行くとかがあったり、漁港に行ったりするとこもあるし、海苔の養殖だったり、いろいろお散歩したりとかあるんですよ。まあ、いろいろあって自分が好きなやつ選べるんですけど、そういうやつを取って、で、あと、自分あんまり興味ない分野を取ったんですよね。時間的にそれがすごい自分には合ってたから、取って、めっちゃ心配やってんな。でもそれもすごい何？設備がすごい整ってるから、今進行者になって。で、その設備をフル活用した。新しいアプリとか使ってみんなで参加型の授業、コメントが先生のこのモニターにポヨンポヨンポヨンって上がってくるようになっちゃったり、先生が質問したらみんなが質問答えてババババってみんなの答えがわーって画面いっぱいになったりとかも、何もうすごい生配信見てるんちゃうかってぐらいのクオリティの授業を取れて、たまたま何そういうやつやと思ってなんてなかったんけど、取ってよかったーって思う授業ができました。もうだから大阪公立大学、めっちゃいいですよ。もうめっちゃ授業いいっす。ほんまに楽しい。あんまり切羽詰まったやつとかがない。ほんまに。何？そういう授業も、レポート？期末試験がなかったりするから、まあレポートあるけど、レポートも言うて1000字ぐらいやから、これでいいのかって思うぐらい楽ちんですね。あと一番大きいのが、今さっき言ってんけど、一人でご飯食べることが多かったんけど、後期からなぜか友達と受ける、もう全部友達がおんねんな。まあ、前期の友達作ったっていうのもあるけど、その授業で会うだけとかじゃなくて、一回遊びに行った子とかと、たまたま授業が同じになったりして、もう、嬉しい。そう、合わせたところもあるけど、他のやつが一緒やったりして、で、体育とかで仲良くなった子もたまたまそこにおったりして、意外と集まれ、なんか、話し合わなくてもたまたま一緒になれたりするねんなって思ったりして、すごい楽しいですね、今。ほぼ近況報告動画やねんけど、ほんまに、
姫の性格的に仲良くなったらすごい喋んねんけど、それまでがすっごい長くて、あの姫初対面の人がすごい喋りかけるのが苦手なんですね私。だからあの前期の時とか一回も口を開かない時間が長かったんですよ。だから家帰ってからもう一人言おうと話し始めるみたいな、いやー楽しかったなーとか言って、ほんまにほんまにそんな感じやねん。ですごい気持ち的にも充実し始めて、今まで空きコマとか一人で自習室でこもってたんですけど、まあ、友達とおるとこともあったけど、まあ、自習室におることが多くて、でもそれは今もそうやねんな、空きコマ一人で潰したりしてんだけど、でもそこが全然違って、今ねあの自習室で中国語を自習し始めたんですよ。こんな感じでなんかネットで調べて、なんか中国語のサイト見つけたから、いい感じの自習サイトみたいな、それを1枚ルーズリーフにやってみたりとか、あと教科書読んでみたりとかしてます。だからなんか割と大学生してるなーって感じしてきた。だからあのほんまに心配せんでも、公立大学ほんまにいい人多いから、いっぱい友達もできると思います。でこれは多分前期の体育とか数学とかすごい人数の多い必修授業が楽しかったおかげやと思うんですよね。だから姫数学も体育も大っ嫌ってな、高校の時全然成績取られへんかったし、でもそれがあったからすごい周りいっぱい友達できたし、だから多分友達とか心配やと思うね、できるかなって。姫もそうやったし、実際できひん授業もあったけど、体育とかでできた友達はずっと何仲いいし、ほんまに心配せんでもいいと思う。大阪公立大学ほんまにめちゃめちゃ人多いけど、まあ、その分いろんな人と出会える部分があるので、ぜひ来てほしいですね。あの新しい友達作りたいという方とか、さっき言ったあの何ポン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 ってコメント出る授業、言ったやん言ったやん、姫があのたまたま取れた授業、それね理系の授業なんですよ言うて。だからそういう何、姫ずっと文系やってんけど、ほんまにいろんな分野の授業を受けれるから、なんか自分の知らない自分を知れるみたいな、なんて言うんだろうね、新しい分野の入門編がすっごいいっぱいあって、で2年に発展ができるので、1年の間はマジでいろんなやつ選び放題なんですよ。よいしょ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 って感じ で実際今国語の教科1個もない。国語1個もないし、なんか理系ばっかりになっちゃってんけど、でもなんかすごい楽しいです。楽しいやったでね、そういう楽しい系の授業ってね、1限とか5限にあったりすんねんな。なんでか分からへんけど、でも1限のやつは絶対取った方がいいと思う。5限はちょっと自分の予定とすり合わせて考えてみて、でもね取った方がいいと思います。ほんまに楽しい。でも受験前にそんなこと言われてもって感じやんな。わかる。受験前にさ、大学楽しいって言われてもさ、行けるか分からんのにそんなこと言うなよって思うけど、これでモチベ上げてもらって絶対に入るっていう気持ちを高めてもらえたらなっていうので姫は話してます。姫はね、そんなに大阪公立大学知らない段、もう何新しい大学やったから全然全く知らない段階で、ほんまにここでいいのかという気持ち、不安な気持ちで受けたからさ、もし姫がこうやって情報を伝えてみんなの行きたい欲が高まって、もっと勉強がはかどってくれたらなって思いますね。ほんまに公立大学ほんまにもうめちゃめちゃ勉強しなあかん。めちゃめちゃ勉強 してみんな入ってくるから、みんなそれさやけど、もう受験を乗り越えた猛者たちだから、もうだから大学行ってる人みんなそうやねんけど、あの今頑張れば楽しい未来が待っています。ほんまにもう姫高校の時の絶対楽しかったって選挙はずっとね、あのベッドでしくしく泣く日があったんですけども、もう今ではもう別の思い出として楽しんで弾けてますね。私の動画で少しでもモチベが上がってくれたら嬉しいです。今日の動画はこれで終わりにしようかな。また新しい情報があればどんどんどしどし伝えていければいいなと思います。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。